いらっしゃいませ、どうもミルカです。今回はこちら、じゃじゃん、モンスターハンターワールドベータ版のシングルプレイ、古代樹の森の暴れん坊アンジャナフ倒しに行こうかなと思います。ほい、頑張るぞー。あ、これ選べるのか。どこも同じっぽいので、まあひとまずいつものところから行こうと思います。今回も総中魂でやっていきますぞ。いくぞー。アンジャナフはどうなんだ、新キャラですね。新キャラね、なんか背中がモコモコしてるから、ちょっとどんな感じなのか背中に乗って、触りたいですねまあひとまずは見つけるところから行ってみましょうか。ご飯食べて探しに行ってっていう感じかな。でもちろんですが、いつも通りノーコンでやっていこうと思います。大丈夫だよね。なかなかローディングが終わらない。よし、スタート。じゃあ行きましょう。でご飯食べましょうか。はい、ご飯食べます。肉定食。じわじわ感ね。サイズも美味しそうや。いろいろ見てると美味しそう。エビも、エビ食べたい。エビ。よし。イエイ。オッケー。気合い十分です。じゃあ行きましょう。痕跡辿ってかなきゃな。普通に見つけに行くでもいいんでしょうけどね。よいしょ。さてどの辺か。さてさてさて、あ、取りどいて取りどいて。アンジャナフ、うわー、なんかすごーい。あ、こっち違うのか、道じゃなかった。こっち行こう。真ん中らへん行きましょう。あ、かわいい鳥、かわいいな。あ、ごめんねー。なんかあるか。あ、草か。草は違うよね。とこうして、これはクモの巣。クモの巣は違うね。痕跡早めにたどってボスにたどり着きたいっすね。ピカピカ光苔、綺麗だな。他は、はいはいはい、邪魔なので先に倒すよ。ごめんね。なんだこの白いの、なんか色が違うのがいるな。モンスターからの攻撃に気をつけてください。うまく回避すれば体力を温存できます。あ、なんか仲間、アンジャナフお友達になったの。いやー、そんなこともあるの、ありがとう、よろしい。乗れるのかな、乗れないか。さすがに私乗ったらびっくりしちゃうか。痕跡ないか。ん、上にいなかった、気のせいか、揺れただけか。暴れん坊っていうことで、なんかそう、上の方とか、いた、早速いたぞ。よしよし、じゃあ早速行きましょうか。よし、いけ、いけ、いい、これが取りづらい、頭がね。オッケー、戻っておいで。よしよい、オッケー、いた、きつい。よいしょ、なんかお尻の下が、うわー、ふぅ、なんかこのジャンプ攻撃、きつい。これだけ離れてれば、
がする。行くぞアンジャナフ。切れちゃう、エキスが切れちゃう。見てるうちにボスを失いそう、見失いそうなんで、程よく近づいたところで回復したいね。
様。追尾頼む。うわ、あ、待て待て待て。いろいろやりづらかった今。アングルが。どう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 。寝るんであれば大樽やるけど。まで歩いていきますね。これだとその分時間取っちゃうな。途中で諦めてくんないかな。うわわ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 わ。登り方もダイナマイト。よし。よいしょ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 。どっこいしょ。どっこいしょ。ちょっと待って待って。君登るの早いからいいけど、私そんな早くないんだが。アンジャノフさんすっごい速いもん。いやすっごい登るね。え、下ってくの？登ったのに下ってくの？そういう感じ？あ、ユブレウス来たよ。おお、この森の主。私に手を出して危険です。総中根がコツンって当たってあーってなっちゃったわけだ。ありがとうございます。無事に討伐できました。ノーコンです。製品版は、もう予約してあります。いやーいいなー、こういうシステムまたいいですね。なんかちょっと燃えるね。いやちょっと最後熱くなっちゃいましたが、いかがでしたでしょうか。今回モンスターハンターワールドベータ版のアンジャナフ討伐いたしました。いやーいいなー。まあリオレウスとかも出てくるらしいので、まあ今後13日までだっけ、13日の2時頃まで、体験版やってるみたいなんで、生放送でねみんなで討伐ね、マルチ討伐とか、あとはそのサブボス、そのメインボスじゃないボスもちょっと叩いていってみようみたいな感じでね、やっていければと思います。よろしくお願いします。はい、ではでは、以上ミルカでした。ではまた、またね。